Amen. So let's get into the Word of God this morning. Uh, let's read our key verse together. Say, no, how blessed is the person who does not take the advice of the wicked, but he delights in the Lord's instruction. PowerPoint, しししし Amen. Let's pray. <S Father, thank you for this time. Thank you, Lord, for your word that gives life. Lord, I pray that each person would receive your word today and it would give them life.

神様は二つの異なった目的地ということを比較しています対照的に比較していますこの地上における人生が終わった時に2の地上における 最後に私たちが通り私たちがえ、つくその目的地というのには2つしかありませんそしてどちらの目的地に最終的につくかということはその前に私たちが日々決める 選択決断にかかっているんですね私たちは人生を通して小さな何百万という決断をするでしょう選択をするでしょう その小さいものがこう積み重なっていくんですけれども、その小さな決断、選択が積み重なって、最終的にある目的地に、またもう一つの目的地に、私たちを導きます。So Psalms 1 describes to us two approaches to life. 私たちがどのように人生にアプローチしていくかと,いうことを書いています。Each approach, each road, each way、それぞれのアプローチがそれぞれの道がそれぞれの道路とこるところが、それぞれの道を取るところが、それを取るところが、それぞれの道を取るとが、それぞれの道が、それぞれの道を取とこるところが、それぞれの道を取るところが、それぞれを取る えそしてこの詩編の一編というのは知恵のおー書というふうに、えー、知恵の知恵の書というふうに言われています How many want wisdom? 知恵が欲しい方いらっしゃいますか <I> know, 何人くい,いますか私も本当に知恵が必要だと思うんですが <laughs> <laughs> そしてこのこの 詩篇の一編は、この知恵の支援というのは人生をしっかりと観察しています。そして知恵の章は私たちがどのように人生を生きていくべきかということを伝えます。そして知恵の詩は私たに人生え知恵の詩は私たに人生を生きてい私たちがどのように人生を生きていくべきかということを伝えます。 そしてこの知恵の章はとても実践的なものですこうしたら最終的にこういう結果がきますよこれをしなかったら最終的にこういう結果がきますよそして私が考え出した知恵ではなく神様の知恵が書いてありますえ詩園一編は Uh, in life. このシー一本というのは、人生で願っている目的地にたどり着くようた、たどり着くために私たちはどのような選択をしなければいけないかということを対比というものを用いて教えています。For example, if you 例えばですね、大人になったら、将来 <laughs> 私は医者になりたいと思ったら、えー、どの学校にどの大学に進もうか、これは行かない、こっちの大学に進むか、それを考えるんですね。 そしてほとんどの時にこういう友達と付き合っていくこういう人とはあんまりお付き合いをしないようにしようとも考えるでしょう。そして私が若かった頃の時を思い出すと。 私の友達、友人というのは神様の道に進むようにあまり助けてくれなかった友達だったなと今思うんですがだからその時にそれに気づいてそしてえあまりその人たちとは付き合わないように時間を過ごさないようにしようと決めなければいけませんでした。 私たちのが選ぶ選択によって自分が行きたいという最終的目的地にたどり着くことができるかそれとも もしかしたら望んでいないけれども、全く反対の目的地に行ってしまうこともあります。ですから、この聖書の中の支援一辺というのは、私たちの選択ということを語っています。とても実践的で。でも、時々あまり理解できないと思うことがあるかもしれません。 その中で神様は私たちに選択肢というものを与えてくださいました、えー。その選択によって私たちは祝福された人生を選ぶあ生きることもできますし。And he contrasts that with a life that is being destroyed, a life that is perishing. 選択によって私たちは神様に祝福された人生,も生きること人生を生きることもできますしそれと反対に滅びていく人生を生きてしまうこともあるんですねだから神によって祝福されている人生は滅びていく人生とは ね、so, we're g o n start looking at Psalms and, and see how God shows us practically these two c o n t r a s t そして、この詩援の一辺を見て、この二つの祝福されている人生と滅びていく人生が対照的であるということを見ていきましょう。そして、それによって選ぶ人生によってやってくる結果というものも見ていきたいと思います。 まず、えー、支援一辺語っているまず第一の対比対照的なことというもですね対比,だ対比一はこうですね悪者の助言を受けることまたは不経験なものの助言を受けることと神の 教えを喜ぶことは対照的なんです。So、の一編のと節ととををいいい私たちがが耳を傾けるる助言アドバイスといううううはどもあかこ対比して、神様は教えています。 そしてまたそのような助言を聞かないときはって聞かないということも言っています。時々それを読むと、神様は悪者の助言って書いてあるけれども、それってどういう意味だろうかって考えることがあります。この悪者という言葉を。 聞くと、えー、私の周りには悪者なんか一人もいないそういう人が誰かもわからないって言うかもしれません、えー、私の友達に悪い人は一人もいないし Jesus,、えー、彼らはクリスチャンではないからイエス様を必要としているけれどもでも彼らは悪者じゃない、えー、って思うでしょうでも彼らは悪者じゃないって思うでしょう でも私たちが考える悪者っていう人 人がどういう人か、また神様が悪者と言っているのはどういう人であるかという。その考えがちょっと違うんですね。ですから、私たちの考えではなくて、神様がどう考えていらっしゃるかということを知るために、私たちの思い考えは新たにされなければいけません。 この聖書の箇所で神様が悪者と語っていますが、そこの基本的な意味はこういう意味なんですね。Any advice that l e a d you away from God's love, His ways, and His truth is at its core wicked. 私たちをですね、自分を神の愛から、主の道から、主の真理から、遠ざける助言は、 どのような助言であってもその根底には悪があるんですねもし,誰かからもし誰かからアドバイスとか助言をもらってその助言自体が神様をから私を自分を遠ざける ものであったらその根底にあることとははは実は悪なんですというののの神神様様愛かかららまた神様の道から私た道私ちを遠ざけてしまう助言アドバイスというのは実は私たちを神様の愛から引き離しているんです。ね そしてもう一度このことを思い出してください。人生において、私たちが最終的にたどり着く目的地というのは2つしかないんです。天のお父さんと永遠に過ごす祝福されたあ、人生天国です。 この地上でどれだけああいい人生を生きたと思っても最終的にはあ、あ滅ぼされている、滅ぼされてしまう人生、それがもう一つですけれどもそ。のそ,のその最終目的地というのはあ、あ神様から天のお父さんから引き離されてしまう地獄ですで。すら皆さん自分の人生生活の中す誰の 言葉に誰の声に耳を傾けていますか？そしてまた、自分がなんかアドバイスが欲しい、助言が欲しいと思ったら、誰のところにそれを求めていきますか？at all。 間違った人からアドバイスを受けることはアドバイスを全く受けようとしないのと同じくらい危険なんですね間違った人からのアドバイスに耳を傾けてそれをやっていくと結果がやってくると神様おっしゃっています But そしてまた正しい人からのアドバイスに耳を傾けないことにも 結果があります Japan, 日本にやってきた当初、have, uh, now, そしてまた今もう言えることですが、I I 日本に住んでいますので確定申告しなければいけません。 しかし、アメリカの国籍を持っていますので、アメリカの方にもおーおー税金申告、確定申告をしないといけないんですね。Taxes, そしてあ、ああ税金の申告をするのに税,税理士さんにやってもらうんですけれども、あまりその税理士さんにその費用を払いたくないなって思ったんですね。

アメリカのほう、ね、のゼ、ね、<laughs> リカの方の税理士さんとのスケードも、そこでカギトナルコトバは、イモーテーネンオムカエタゼリさんとテーネンしていたゼリさんとのスネ。That means I was getting advice on my taxes from someone who wasn't actually keeping up on all the rules and laws. Of American taxes. ということはその税金アメリカの税金に関して、アドバイスとか、助言を受けていたのは現在、その状況がどういうことかということ、あまりもう詳しくない税理士さんから、それを受けていたということになるんですね。And a long story short, I lost a lot of money and had to pay a lot of penalties because I did things wrong. そして結局その長い話ですがそれを短くして言うとちょっと間違ったやり方をしてしまったので結局そのペナルティとしてえ多額のお金を政府に払わなければいけなかったということが起きました。He said sorry, but he didn't offer to pay any of the penalties。その方はそれを知らなかったので間違ったアドバイスを私にくれたんですけれどもまあすいませんっていうその一言で終わってしまってえはい。 And so sometimes getting advice from the wrong people can be very dangerous in life. So now every year I pay a lot of money. ですから今、はもうそれから学びましたので、アメリカの税金の確定申告ですね、確定申告はお金結構かかるんですけれども、ちゃんとね、現在のヨーを知ってライデキル、キトニゼリシサニ、エ任せてやってもらっています。But sometimes we w a n just do things our own way.

Is dangerous also. OK, so let's let read Psalms 1 and 2.Says, How blessed is the person who does not take the advice of the wicked, who walks not in the counsel of the ungodly. Who does not stand on the path with sinners and does not sit in the seat of mockers? But he delights in the Lord's instruction. And meditates in his instructions day and night. And so, here in these first two verses of Psalms, he's talking about the life that is blessed and ends up blessed, starts off by what we don't do. Eh, 祝福され、祝福されて、てそして人生最終的にも祝福されているという。<laughs> 人生はまず最初に何もしないことから始まるんです。Sometimes we think that the blessing of God comes by what we do. Isn't that what most of us think? It's the blessings of God come through what we do. 神様からの祝福というのは、私たちが何かをしたらその祝福がやってくる。と思ってしまいますよね。But it, but it でも、ただ祝福されるためには何かを私たちがするだけではなく、it's what we choose to avoid。私たちがこれを避けてやらないようにしようということからも祝福がやってくるんです。Just a simple example. 簡単な実例を挙げてみますとある男性がいました。彼は、イエス様を信じて、救われて、そして、海で、洗礼を受けたいと思ったんですね。And I really Do it. で私はですねあ、海での洗礼式はってちょっとためらったんですけれどもでもその方がどうしてもやりたいと言ったのでじゃあやりまし,ょうって承諾したんですね、I like the o c し a n とていうのは私海が嫌いなんですね、walked i の t o the o い e a n to 私は p t i z e him. ででも海でやるとということを決めてそして、海に行行ってて、えー、式を行いましたそしたそ結局クラゲにさす足をいっぱい刺されちゃって。And I had ても、痛かったんですね。でも、痛い顔は見せれないと思って本当に、ニゴニコして、ハッピーな顔をしてンデ式をしたんですが I could have avoided all that pain if we had just done the baptism here。だから、あ教会でカイ式をすればその痛みを味わうことはなかったのになったナナ思ったんですが。But I chose to go into the ocean。でもお、海でやろう

ですから私たちは神様から祝福された人生というのは何かをしたらそれがやってくると思いますけれども、時として私たちが何かをしないことによって祝福された人生をやってくることがあるんですね。And so what ここの支援のの一一節節と二は何を言ってるでしょう歩むととというこ、okay, don't walk in the the council of the wicked. それは、歩むいうこということをまずいっては、いて、それは、悪者いうことは、あの計りごとに歩まない <It> s <S ということを語っています talking about standing. そしてまた立たない罪人の道に立たないということも語っていますそしてあつ目に語っていることはああ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  So, God is talking to us about who are you walking with on a daily basis? Are we walking with the Lord daily? That means are we following Jesus? Are we putting into practice His words? ということはイエス様に従って生きているだろうかイエス様の言葉聖書の言葉を毎日の生活の中に生かしているだろうかということですそして私たちの行いの中で私たちの言葉の中,言葉の中でもっともっとイエス様に似たものになっているだろうかもっともっとイエス様に似たものになっているだろうか Walking with the Lord means as we're walking through life, you know, it's impossible that we wouldn't encounter some kind of wickedness in this world. 私たちが人生を歩んでいくときに生きていくときに何か悪というものに遭遇してしまうんですね悪に絶対に合わないということはありえませんアメリカであってもフィリピンであっても日本であっても生きていることは

そのようなものはあ神様の御言葉とは正反対のものです。そしてまたあ罪深いような状況、悪のような状況に直面して、その中で私たちが選択をしなければいけないこともあるでしょう。 そしてまたこの世の中で生きていくときに聖書の言葉神様の言葉をあざけり笑う人もいるでしょうそういう人に出会うこともあると思うんですね。But the key is to keep walking with the Lord keep moving forward with the Lord そういう中で鍵となることはそのような中にあってもそのような人たちと直面,対面,直面したとしても 私たちは、主ととに歩み続シュとトトモニー、アユミ、ツヅケルドイコトレス。はじめ、これは、シュノミチを、アユミ、シュトトモ状況に直面しても主と共に歩み 続けていけばそれが問題にはなりません。私たちが主とともに動き続けて歩み続けていけば、そのような悪とかあざけるとかに直面しても、そのようなものが私たちにくっついてくることないんですね。h When we w r e in 東北地方に行ったときに。 We visited this uh, island uh, in the Matsushima area. And we had to cross this long bridge uh, to get there. But then, but then on the island, a lot of the island was wooded. The paths were quite nice. で、まあそのもう森のような中にもちゃんとこう歩く道がね、えー、整備されていて。でも、木がいっぱいありました。木がいっぱいありました。で、その木がいっぱい生えてるところで、ちょっと一旦止まって。 こっちの道を進んでいこうか、それともまたまた戻っていこうかちょっと立ち止まって相談したんですね。And when we stopped, そしてその立ち止まった時に、My wife got 私の妻が攻撃を受けました。by these little bugs that are worse than mosquitoes。ブヨですね。ブヨがあの攻撃にあったんです。私は。 もう足にいっぱい赤く,、ね、こう赤くなってしまった足が Why d i t t happen? どうしてそのブヨの攻撃にあったんでしょう e c a u s e even though the path looked n i c そのあ,あ、そこのね、歩く道はちゃんと整備されていると思ったんですが。w <We stopped. S 2> でもそこでと、あ、立ち止まったんですね。If we had kept going。 そのままその道もし見つけあら、もし見つけたければ。もし見つけて反対側にり着いたら Then these bugs、もし見つけたら、ね、もし見けたら、もし見つけたら、もし見たら、もし見つけたら、もし見つけたら、e し見つけたら、もし見つけもし見つけたら、もし見たら、もし見たら、もし見つけたら、もたら、もし見つけたら、もし見たら、もし見つけ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 たら、たら、もし見つけたら、もし見たら、もし シュトアユミツヅケテイケバシュトイショニウゴキツヅケテイケバヨノナカテキいカンテンドカカンガイガワタが私たちのコニアティキてモ、ソリガワタシタチノナカニクツイテトノマルゴトワナインですね。 Yeah, we were standing. We stopped and started standing, and that's when the bugs started to attack. And my wife wouldn't be here today if we had sat down. <laughs> she would have been dead. <laughs> <laughs> or I would have been dead for leaving her there. <laughs> you would have got mad at me right <laughs> if i left you there <laughs> anyways it's a joke american joke <laughs> but it's when see the bible says that when we start walking and continue to walk in the wrong way ですから私たちが歩んで間違った道を歩み続けて、そしてそこでまあ立ち止まって、神様の言葉に反するような声に耳を傾け始めて。 Walking, right? でもそうじゃなくてもし誰かとお話ししていてもその話の途中でもなんかこうそれこう、うそれ、二つの別のところに行って、えー、その話を聞かないっていうことにな、こともありますよね but when you stop and stand that means you're getting a little more comfortable where you're at えー、でも if you stop but you don't part if you're walking with that person then you stop and stand That means getting more comfortable. ですからあまず一緒に歩み続けてそして、えー、立ち止まるでも立ち止まらないで一緒に歩いてるけれども途中で別々の道に行けばその人が言ってることももう全然何が言ってるかわからなくなりますがあ一緒に行き続けて歩み続けてそしてそこで立ち止まって相手の話を聞くとそれが今度は自分の中にこうくっついてくるんですね <And> then, 残るんですね よりも comfortable。そして、その声を一緒に立っていることもだんだん心地よくなるしその話を聞くこともだんだん心地よくなるしそして、今度は一緒に座って、コーヒーでも飲むと、もっともっと心地よくなってしまうんですね。So, when we sit, what we see in Psalms 1 is a progression of becoming more and more comfortable in more and more ungodliness. そして支援一ににあるように私たちが座るとき、不検査の中にいることが次第に快適になってきて、そして私たち自身もそうなってしまうんです。そそそここの場所に立っってそしててししで今度は座ってしまうと 私たそ,、えー、その不経験なアドバイス助言を聞いて,る聞き続けていくと、それがだんだん,あなんか魅力的に聞きたいなと思ってしまうんですね。そ、えー、そしししててて、えー、間違った助言アドバイスス時々クリスチャンさえももうしてしまうまんんですが教会は毎週行かなくてもいいんだよ そんなに大切じゃないから <enjoy> ただ人生をエンジョイしよう、えー、日曜日はねせっかくのお休みだから別に神様にあげなくてもいいんじゃない日曜日に教会行くっていうのは旧約聖書の立法だからもう私たちには関係ない早く始める そのような advice を聞いてしまうと、だんだんそれが自分の中に染み込んできて。 それがあーここ染み込んでくると、じゃああじゃあ月に一回はまあ教会を休みしてなんか遊びに行こうっていうふうに始まってしまって。それが今度は月に二回日曜日教会を休みしようっなってしまって。それがだんだん三回になってしまうんですね。ああだからいいよ行けない時は YouTube でまあ見ればそれでいいんだよ。それがなってくるとだんだん教会にも来なくなっちゃって。 そうなると神様の目的を見逃すということになります。Now, uh, も,もちろんですね。自分の結婚相手がですねまだクリスチャンじゃない、イエス様を信じていないということは日曜日にその家族と時間を過ごさなければいけない過ごすことはが時間があるということはもちろん理解できます。But which r o a ででもその中でどっちの道を私たちは歩んでいるでしょうかということを見極めましょう。どっちの助言がもっと自分には魅力的になってきているでしょうか。教会に行くことは私の考えではありません。 初,初代教会というクリスチャンがの初期のクリスチャンがいた時にはですね、その時代はですね、毎日その家で集まっていた、そして毎週ごとにその宮で集まっていたということが聖書に書いてあります。 そしてその集まっていたそれほど頻繁に集まっていた理由は互いの人間関係をもっと深めていこう、成長していこうという目的、そしてまた神様との関係をもっともっと成長させたいという願いがあったからです。そして 私たちが間違った助言に耳見ようか、カタムケ、スギルト、セレサマノコエオ、キクノオ、ヤメテシマイマス、セレサマンコツノミチってチガテルカ、イカナイデト、ユテモ、モソノコエサイモ、オキカズニ、キカとイト、ナテシマイマス。 Getting comfortable in ungodliness and ungodly advice: So verse one and verse two is talking: God is talking about getting comfortable in ungodliness.: And ungodly advice. そしてまたああ不経験な神様の言葉とは正反対のアドバイスを聞いてもそれが快適になってくる to, Lord, in そしてそれと対比して神様がおっしゃっているのはああ主の教え主の言葉を喜んでい、えー、くということですそういうことは何を自分の人生と考え方を え皆さんは自分の人生を自分の考えを何によって形,形づけてもらおうとしていますか Are you letting God and His Word shape your thinking? 神様によって神様の言葉、聖書の言葉によって自分の考え方を形づけてもらおうとしていますか shape your values? また神様の言葉、神様によって自分の価値観を作ってもらおうと思っていますか 愛の教え愛のイ法を法則によって自分の考えを形づけてもらおうとしていますか?」。それれをすする時ににととのののイエス様との永遠の命に導かれます それをするときに私たちはしゅくふくされた人生に見てみます。人生にはふたつの道しかあります。え、みつめはないんです。We are either filling our heads and our hearts with the Word and God's values, or we're filling it with the world's values and もう一つは、世の中的な考え、世の中的な価値観で自分の考えを満たすか。それは私たちが日々決めなければいけないことですけれども、その二つを神様は対比して、語っていらっしゃいます。自分の頭と心を何で満たしているのか考えましょう。

皆さん、神様のことば、先生のことばを大切にしていますか Do you value the principles that God teaches in His Word? 神様のことばの中で私たちが神様が教えてくれたというか、大切にしていますか Because it's not always matches what the world thinks, right? There's lots of things that We live in the world, but we don't allow their values to stick to us. There's lots of things where we live in the world, but we have to delight in the Lord and not let those values stick to us. ああいろんなことがありますね。でも私たちは主の教えというものを自分の喜びにして、世の中的な価値観とかアイデアが自分の中に、くっつかないように、気をつけていきましょう。ですから私たちが受ける助言というのはそれを受けることによって、それを自分のものとすることによって、神様ともっと近くなって、歩むことができるだろうか。 それとも全く違う道に自分を導くだろうかそれを見極めなければいけません家のお外をたを塗装しよら、と思ったら、もちろんそのね、ちゃんとけたら、の方に頼みますね。

でも、その塗装をするのを今やるのか、もっと後でするのか、その時期というのは、その塗装屋さんに聞くのではなく、神様に聞きますね。もしかしたら神様は違うご計画があるかもしれないから、その時期に関しては、神様に祈り求めて、神様の声を聞いてやります。

でも神様は私の人生の,の全体像を見ていらっしゃるので、もしかしたら神様は、汚れているのは分かるけれども、今の時期はそれをやめなさいって言うかもしれないですね。もしかしたら神様の持っていらっしゃるご計画は、壁を外の壁を外壁を塗装するのではなく、家全体を壊して新しい家を建てるっていう考えがあるかもしれないで だから今はやめなさいって言ってるのかもしれない advice,、right、そして私たちが世の中的な考えとか アイデア助言に耳を傾けていたらこのビルは教会のものではなかったと思いますというのは周りから世の中から受けた助言というのはいやあなたはこのビルを買うのは無理ですよっていうものしかなかったんですねでも神様の考えは違いましたこの教会にこのビルをこの建物をあげます This much for this building. そして、購買になった時も神様からああいくらの値をつけなさいということを聞いてそれをしました。Said, そのの価格というのも <laughs> おー不動産不動産屋さんからいやその値段は無理ですよって <There 's S 2> 言われたんですね。No、この金額だったらもそのこのビルを手に入れることはできませんよっていう,ふうに言われたんですね。でもその不動産不動産屋さんに言ったんですねはっきりと言いました。I said if God wants us to have this, then this bid will work。

And even as we went into the office uh, where they would announce who won the bids for each each property, he said, "Don't get your hopes up. Your bid is way too low." and I told him, "Don't worry about it." 私は心配しませんだから心配しなくて、いいですよ神様の御心だったらね、えー、このビルて、は教会のものて、しなるからは心配しなくて、私は心配しなくて、私は心配しなくて、私は心配しなく t h は心配しなくて、私は心配しなくて、私て、て、し で、タテモロトニー、ダレガソレニー、おテニーでとカトヨにトカハピオナルデスケルモ、マスノバンゴーガ、タテモロトニーがついていて。And they tell you how many people bid on it。で、何人の方がかそのキョーバニーたかカシタカガ、おハピオスルンデスネ。And, ね、And then they read off the name of who gave the highest bid to。で、ダレガイチバンコー、タカイネダオツケタカト

えーえー、感激の声を出しましたで不動産屋さん一緒に行ってくれたんですけれども本当に信じられない、えー、でもそれが起こった理由はですね、えー、私たちは神様の声を聞いて神様のがおっしゃっていること神様はこれが大切だということを大切にして声を聞いてそれに従ったからですそれに従ったからです

ですから私,私はこの自分の人生をどのように生きていくかどっちの道を選んで生きていくか、ということために、私たちの頭の中では、私たちの言を読んでなたは、私たちの言葉をんでいは、あなたは、私たちの言葉を読んでもこれ意味が通じないるのは、私たちの言葉をでいは、私たちの言葉を読んでるは、私たの言葉を読んでいるのは、私たちのでるでいるのでい私たちの言葉のは、私た

Father, we thank you for this time. Lord, help us to walk in your ways each and every day. Lord, help us even when it doesn't make sense. でも私たちがあ,あなたの価値観をあなたが大切にしていらっしゃることを自分のものとして受け止めることができますように助けてくださいそしてあなたの御言葉に信頼できますように <Jesus'> イエス様のお名前によってお祈りします神様の祝福がありますように祈りが必要な方はぜひ前に来てください一緒にお祈りしましょう